麗に噛み合ってます。はい、はい、噛み合わせも綺麗ですし、鼠径部のところに、はい、ここね、ヘルニア、ポコッと膨らみがあると鼠径ヘルニアとか、おへそがこうデベソだったりすると再ヘルニアなんですけど、それもありませんので、全然欠点ね、ありません。で、睾丸なんですけど、ここにプツッとプツプツッと2つあります。で、あのちっちゃいのが今ね降りてますけども、睾丸は生後半年ぐらいまでちょっと移動しますので、2つ今飼われてるんですけど、1つもしかしたらお腹の中に入ってしまったり、テール睾丸っていってね、この辺でぐらいまでならないとわからない、確定しないので、もしかしたら1つ上がってしまうとか、もう可能性はほとんどゼロですけど、2つともお腹の中に入ってしまうとか、そういう可能性もありますので、ご了承いただけますでしょうか。はい、ではお迎えまで大切にお預かりさせていただきますので、はい、はい、甘い考えとくね。そう、舐めさせちゃう。このみんなのブリーダーの方でなんか連絡するんでしたっけ？そうです。みんなのブリーダーさんの方に、まあ、お問い合わせいただいた子そのものなので、ちょっとお客様にどのようなメールが行ってるか、こちらちょっと知らされてないみたいなんですけど。交渉が済んだら押して。